お菓子のお礼にとびっきりのいたずらをプレゼントだよ。ちゃんと受け取ってね。みんな驚いてる驚いてる。いたずらって本当に楽しいね。え、少し手加減しなきゃダメ？走り回ってたらお腹空いてきちゃった。もらったお菓子、少しだけつまみ食いしちゃおうかな。兄ちゃんはいっつもみそぎと一緒にいてくれるよね。兄ちゃんがいるから、みそぎは安心していたずらできるんだ。いろんな人にいたずらするのも楽しいけど、兄ちゃんにいたずらするのが一番楽しいな。ハロウィンって、いくらいたずらしても怒られないから最高だよね。え、違うの？ハッピーハロウィン！兄ちゃんにいたずらできてお菓子ももらえるなんて、みそぎ本当にハッピーだよ。トリックオアトリート！お菓子をくれなきゃいたずらするぞ！みそぎはお菓子もらってもするけどね。兄ちゃんはハロウィンにいたずらしないの？しないなら、みそぎが兄ちゃんの代わりにいたずらしておくね。兄ちゃん見て見て！みそぎこんなにたくさんお菓子もらっちゃった！一緒に食べよう！トリックオアトリート！えへへ、ジャックオーランタンの仮装だよ！みそぎにぴったりでしょう！みそぎは兄ちゃんにとっておきのいたずらをあげるから、とっておきのお菓子をちょうだいね。ここら辺にある気がするんだけどなあ。あ、兄ちゃん、ちょうどいいところに。みそぎと一緒にお菓子を探してよ。違う違う、みそぎが落としたんじゃなくて、町に隠されたお菓子を探すゲームをしてるんだよ。まだまだお菓子は隠されてるから探してね。残り物には服があるから、最後まで気を抜かずにね。みそぎそんなことしないよ。落としたんじゃなくて、町のいろんなところに隠されたお菓子を探すゲームをしてるんだよ。まだまだお菓子は隠されてるから探してね。残り物には服があるから、最後まで気を抜かずにね。いっぱい見つけちゃおう。負けないぞ。ほら、お菓子探してる子たちがいるでしょ。みんなお父さんやお母さんと探してるから、みそぎちょっと不利だったんだよね。兄ちゃんと一緒ならたくさん見つけられそうだから、一緒に探そう。ありがとう。見つけたお菓子は山分けしようね。ここら辺にある気がするから、兄ちゃんも一緒に探して…って、あった！えへへ、みそぎの勘すごいでしょ。いっつもいたずら仕掛けてるから、どこに隠されてるかなんとなくわかるんだよね。兄ちゃんは、みそぎが怪しいと思ったところを一緒に探してね。次探すとこは…そうだなぁ…あの草むらとかにありそうな気がする。行こう。ほら、この草むらの隙間とか隠すのにちょうど良さそうでしょ。兄ちゃん探してみて。やったね。それじゃあ次の場所に行ってみよう。ベンチの裏にキャンディー見っけー。あ、かぼちゃの中にチョコ発見。
おっと、ここで残るお菓子が最後の一つという情報が入ったぞ。見つけた子にはこのハロウィン特製お菓子詰め合わせバスケットをあげちゃうから、頑張って探してね。兄ちゃん聞いた？一気にたくさんお菓子を手に入れるチャンスだよ。頑張って見つけようね。全然見つからないよ。いろんなところ探したのに。本当にまだ残ってるの？ああ、きちんと残って。あ、バスケットが、待て！あのワンちゃん捕まえてみろって言ってるみたい。そのバスケットにはイベントの運営費も入ってるんだ。誰か捕まえてくれ。ねえおじちゃん、あのワンちゃん捕まえたら最後のお菓子見つけたってことでいい？え？ああ、もちろんいいとも。やったー！頑張って捕まえようね、兄ちゃん。僕たちも負けないぞ。楽しそうなのはいいけど、いい加減捕まえてもらわないとおじさんとっても困っちゃうんだよな。そろそろ捕まえてくれると助かるな。急ぎ、もう少し遊びたいよ。あ、そっか、捕まえなきゃお菓子もらえないもんね。ワンちゃんと遊ぶのが楽しくて忘れてた。でもみそぎと兄ちゃんだけじゃ捕まえられそうにないよね。そうだ、みんなで一緒に捕まえちゃおう。みんなで？ワンちゃん捕まえるの？うん、みんなで別々の方向からワンちゃんを追いかけよう。じゃあ兄ちゃん、最初にワンちゃんに向かって走ってね。それじゃあ、よーい、ドン！任せて、ここは通さないぞ。ここも通さないよ。ここで行き止まりだよ。よしよし、いい子だね。はい、お菓子離してね。いやー、ようやく捕まったんだね。よかったよかった。ねえおじちゃん、ワンちゃんは捕まえたけど最後のお菓子はどこに隠してあるの？え？あ、いや、実はそのバスケットが最後のお菓子っていうオチなんだ。これが最後のお菓子？そんなのわかるわけないよ。ごめんごめん。それで犬を捕まえたのはお嬢ちゃんだから、最後のお菓子は君のものかな。うん、みんなで捕まえたからみんなで山分けがいいな。なるほど、言われてみればその通りだね。それじゃあこのお菓子は君たちみんなのものだ。いいの？ありがとう。わーい、お菓子たくさんだ。もらえるお菓子は減っちゃったけど楽しかったからいいよね。
ヨギ一人じゃ上がれそうにない。ありがとう兄ちゃん。え、自分で掘った穴に落ちちゃダメだよって？違うよ、ミソギが掘ったんじゃないんだよ。だいぶ昔に掘られたみたいで全然気づかなかったんだよね。あ、でもでも穴の中でこんなもの見つけたんだよ。手紙と古い地図。手紙の方は文字がかすれててほとんど読めないけど、地図の方はきちんと読めるよ。なんか×印がついてるからきっと宝の地図だよ。この場所はお墓かな。行こう兄ちゃん。お墓に来てみたけど何にもないね。兄ちゃんは何か見つけた？え、印の場所はもう少し先？あ、ほんとだ。もうちょっと進んでみよう。ここにも何にもないよ。なんかたくさん石が積んであるだけじゃん。墓石の材料の場所を書いてただけの地図なのかな。そんなのつまんない。わっ、石の陰から魔物が。兄ちゃん、待ってて。今ミソギがクラッカーボールで追い払うから。あれ？あの魔物なんか落としてったみたい。光る石？え、魔物が逃げてった方を見てごらん。あ、光る石がたくさん落ちてる。ひょっとして地図の印はこの石が取れる場所のことだったのかな。この石何なんだろう。宝石には見えないよね。手紙に？ほとんど消えちゃってたからな。あ、けど宛先は読めるかも。この宛先ってひょっとして。やっぱりみそぎがいつもいたずら道具を買ってるお店だ。なんだいなんだい、大きな声出して。あ、いつも来てるお嬢ちゃんじゃないか。おばあちゃん、みそぎ今日お墓で光る石拾ったんだけど、なんだかよくわからないからおばあちゃんのところに持ってきたんだ。今一つ話が見えないんだが。ん？なんだいお兄さん。お嬢ちゃんが森で古い落とし穴に落ちて地図と手紙を見つけて、それを頼りに私んとこにたどり着いたって言うんだね。どれ、持ってきたものを見せてごらん。はい、これだよ。こりゃまた懐かしいね。この地図と手紙は私の旦那が書いたものだよ。お嬢ちゃんが落ちた穴も旦那が掘ったものだろうね。若い頃はあっちこっちに掘っては落とし穴こしらえたり、いろいろ埋めたりしてたからさ。お嬢ちゃんには悪いことしたね。怪我はないかい？平気だよ。それに楽しかったからみそぎは気にしてないよ。そうかい、ありがとうねお嬢ちゃん。それでその光る石だけどね、毎年私が旦那からプレゼントされてた思い出深いもんさ。別に高価なもんじゃないんだが、ハロウィンの季節にだけ魔力を蓄えて光る不思議な石でね。ハロウィン過ぎちまえばただの石ころだから、今思えば随分金のかからないプレゼントをされてたもんだよ。ま、旦那らしいプレゼントだから嬉しかったけどね。今年もこの石もらったの？いや、
今うちの旦那は仕入れも兼ねた冒険の旅に出ててね、何にももらっちゃいないよ。そうなの？それじゃあこの石あげるよ。手紙と地図勝手に見ちゃったし。あありがとうね。けど今まで旦那からたくさんもらったから、それはお嬢ちゃんが持っていきな。みそぎ、光るだけの石にはあんまり興味ないな。いたずらに使えそうにないし。そうかいそうかい。だけどね、そんなお嬢ちゃんにこそぴったりなんだよこの石は。そうなの？腰につけたクラッカーボールを貸してごらん。それから光る石もね。ん？わかった。はい、おばあちゃん。ちょっと待ってな。待たせたね。預かってたクラッカーボールだよ。ん？何にも変わってないみたいだけど。鳴らしてごらん。わかった。行くよ。それ。何これ？面白い。うちの旦那と同じように笑うんだね、お嬢ちゃん。あげた甲斐があるってもんだ。あの光る石を加工するとね、笑い声に聞こえる音が鳴る不思議なクラッカーが出来上がるんだ。光っている間じゃないとダメだから、期間限定だがね。私は旦那からこの石で十分楽しませてもらったから、今度はお嬢ちゃんが楽しみな。そこのお兄さんに毎年プレゼントしてもらってさ。来年が待ちきれないな。あ、けどそれまでずっと兄ちゃんと一緒にいればあっという間だよね。毎年兄ちゃんからプレゼントもらえるのか、楽しみだな。本当に毎年くれるの？約束だよ、絶対だからね。約束破ったら針千本飲ますからね。毎年兄ちゃんからプレゼントもらえるのか、楽しみだな。トリックオアトリート。道具屋のおばあちゃんに教わって、みそぎも特製クラッカーボール作ってみたんだ。ちゃんと笑い声が上がってよかった。一つ目は兄ちゃんに使うって決めてたんだよね。で、あれ？どうしたの兄ちゃん？兄ちゃん固まってる。驚きすぎだよ。この間見たでしょ。やっぱり兄ちゃんにいたずらするのは楽しいな。みそぎ、今日はもっといたずらするんだ。え、いたずらはしちゃダメだよ。でもトリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。もう配るお菓子はなくなっちゃったな。私ももうお菓子がないわ。それならいたずらだ。カチャカチャカチャ。ほら、いろんなところでいたずらしてるよ。いたずらしても怒られないなんて最高だね。兄ちゃんも一緒にいたずらしよう。ほら行くよ。トリックオアトリート。お菓子をくれてもくれなくてもいたずらしちゃうぞ。
を驚かせるなんて兄ちゃんやるな。もう仕方ないな。たくさん作ってきたからみんなに分けてあげる。並ばれても困っちゃうよ。もう仕方ないな。たくさん作ってきたからみんなに分けてあげる。いいの？やったー！その代わりみんなでたくさんたくさんいたずらしちゃおうね。うん。それじゃあレッツゴー！トリックオアトリート！お菓子をくれてもいたずらしちゃうぞ！しちゃうぞ！これでもくらえ！いたずらするのは楽しいな！ハロウィンが毎日続けばいいのに。まだまだ行くよ！トリックオアトリート！元気な子供を見てると気持ちが若返るわ。星の調子も心持ち良くなる気がするな。可愛らしいね。そうだね。トリックオアトリート、お菓子をくれてもいたずらするぞ。おっと、大丈夫？ごめん、肩なんて抱いちゃって。気にしないで。ありがとう。トリックオアトリート、お菓子をくれてもいたずらするぞ。おお、あっという間にクラッカーボール使い切っちゃった。楽しかったね。え、いっとひょっとしてみそぎやりすぎちゃった？ごめんね、おじいちゃん。痛くない。え、打ちどころが良かったのか、腰痛がすっかり消えておるわ。ありがとうの、お嬢ちゃん。どういたしまして。あの、ずっと前から好きでした。私も。こんなところにも幸せが。こんな老人が来ては罰がいかとも思ったが、来てよかったわ。ありがとう、お嬢ちゃん。君のおかげで告白する勇気が出たよ。ありがとうね、お嬢ちゃん。謝らなくてもいいのかな。いいとも、いいとも。お嬢ちゃんのおかげですっかり元気になれたからな。元気になったなら、おじいちゃんも一緒にパレードしようよ。お菓子もらいに行っちゃおう。お嬢ちゃんがそう言うなら、そうするかの。お姉ちゃんとお兄ちゃんも。え？私たちも？うん、みんなで一緒に。トリックオアトリート！まだ遊びたいのにな。もう暗いから帰らなきゃだもんね。あれ、兄ちゃんまた光ってるよ。
兄ちゃん光ってまで帰りたくないの？久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。うん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。あ、兄ちゃん、ちょうどいいところに。見て見て、探検に出てるお父さんから手紙が届いたんだ。それでね、一緒に宝の地図が入ってたの。ほら、ここに×印がついてる。絶対宝があるんだよ。兄ちゃんも一緒に宝探しに行こう。はい、出発。バツ印の場所はここら辺だけど、ただの原っぱだもんね。ん？小さな木箱？なんだろう。あ、鍵が入ってる。これ宝の鍵だよね。宝箱はどこだろう。もっとよく探してみれば見つかるよね。やっぱり見つからないよ。なに兄ちゃん、地図を出してもう一回よく見てみよう。兄ちゃんがそう言うなら。わー、地図が飛ばされちゃった。待てー。地図はあったけど汚れちゃってる。せっかくお父さんからもらった地図なのに。けど濡れちゃったし、ちょっと土もついてるし、紙だから洗えないし、どうしよう。え、そうじゃない？地図をよく見てみて。みそぎがもうちょっと気をつけてれば。え、そうじゃない？地図をよく見てみて。あっ、×印が増えてる。なにこれ。水に濡れたから隠された印が出てきたんじゃないか。そっか、お父さんみそぎに少し難しい地図を渡してたんだね。兄ちゃん、この新しい×印のところ行ってみよう。兄ちゃんがいきなり落とし穴に落ちた。待ってて兄ちゃん、今助けるから。え、何か埋まってる。掘り起こしてくれるの？ありがとう兄ちゃん。わあ、宝箱だ。さっき見つけた鍵使えるかな。開いた。中身は、服が入ってる。お父さんからのプレゼントだ。メッセージカードも入ってるよ兄ちゃん。ハッピーハロウィンみそぎ。あはー、今日はハロウィンか。ハロウィンパレード行くつもりだったのに、手紙が嬉しくてすっかり忘れてた。この服を着てハロウィンを楽しみなさいってことだよね。ありがとうお父さん。急いでいたずらの準備しなきゃ。
みそぎ、この服を着てくるから夜にまた会おうね、兄ちゃん。ああ、忘れてた。ごめん兄ちゃん、今助けるね。兄ちゃん、トリックオアトリート。ありがとう兄ちゃん。それ。お菓子をくれたお礼のクラッカーだよ。びっくりした？兄ちゃん目まん丸。驚きすぎだよ。面白いからいいけど。それで兄ちゃん、みそぎが着てる服どう？ありがとう兄ちゃん。お父さんちゃんとみそぎに似合う服選んでくれたんだよね。トリックオアトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。あらあら、かわいい仮装ね。お菓子はたくさんありますからね。兄ちゃん、みそぎたちもお菓子もらいに行こう。え、兄ちゃんはお菓子配らないといけないの？じゃあみそぎと歩きながらお菓子を配ればいいよ。それなら大丈夫。ありがとう。兄ちゃんと一緒に歩けるの嬉しいな。来年も再来年もこうやってずっと一緒にハロウィンしたいな。いいよね兄ちゃん。眩しい。みそぎちゃんから向けられる無垢な眼差しが眩しいわ。ずっと一緒に行こう。ほんと素敵な言葉よね。純粋でまっすぐなみそぎちゃんを大切にしてあげなさい。裏切るようなことしちゃダメだからね。ま、あんたなら大丈夫でしょうけどね。みそぎちゃんと同じように私もあんたのこと信じてるから。あれ、みそぎ寝ちゃってた？いっぱい走り回って疲れたのかな。兄ちゃんにいたずらして一緒にハロウィンパレードする夢を見てた気がする。やっぱり兄ちゃんにいたずらするのが一番楽しいな。だからこれからもずっとみそぎと一緒にいてよね兄ちゃん。ハッピートリック！なんちゃって！
もっといたずらするから覚悟してね。ハッピーハロウィン！みそぎの全力いたずらを食らえ！ハロウィンにするいたずら、どんなのがいいかな？せっかくだから派手なのがいいな！ハロウィンって、いくらいたずらしても怒られないから最高だよね！え？違うの？トリックオアトリート！お菓子をくれてもいたずらしちゃうぞ！ハロウィンシーズンだよ、兄ちゃん！お菓子がもらえていたずらができるなんて嘘みたい！みそぎはどんな時でもいたずらするけどね！見て見て、こんなにお菓子もらっちゃった。みそぎ一人じゃ食べきれないよ。兄ちゃん、一緒に食べる？みそぎはたくさんいたずらできるからハロウィン大好きだけど、兄ちゃんもハロウィン楽しんでる？みそぎが楽しそうだから兄ちゃんも楽しい？そんなので楽しいの？けどみそぎが楽しいと兄ちゃんも楽しいなら、もっと楽しまないとね。兄ちゃん、まだまだいたずらしに行くよ。みんなハロウィンにどんないたずらしてるんだろう。みそぎが思いつかないいたずらしてたら悔しいな。兄ちゃん、みそぎのためにいたずらされてきて。お菓子配るだけじゃなくて、いたずらもしてみようよ。みそぎが優しく教えてあげるよ。みんないろんな仮装で歩いてて面白いね。みそぎの仮装はどう？似合ってる？ありがとう、兄ちゃん。ハロウィンって本当に楽しいね。お祭りで人がたくさんいて、いたずらし放題で。けどみそぎ、たくさんいたずらして疲れちゃったよ。いたずらで疲れるなんて思わなかった。疲れたなら休もう。兄ちゃん、何言ってるの？みそぎのハロウィンはまだ終わってないよ。兄ちゃんは最後までみそぎと一緒だから覚悟してね。
すわ。魔力よ広がれ。ご飯ご飯。せーので投げるよ。成果です。全効果見てて。大爆発だ。トリックはトリック。急ぎの手だ。ので油断させてうわってするのどうかな。柔らかい。ここで一休みしてまたいたずらしよう。たくさんいたずらできるからハロウィン大好き。